こんにちは、ぽっちゃり健康オタクのこえりです。今回は体に良くて口コミは評判もいい人気の食品を5つご紹介します。すべて初購入です。今回ご紹介するアイテムは概要欄にリンクを貼っています。私のクーポンコードもあるんで使ってもらえたら嬉しいです。早速1つ目から、ものすごい栄養価に驚いた商品です。ネイチャーズウェイオーガニックブラックシードオイル1403円、レビュー500件弱、星 4.6、USDA オーガニックでコールドプレスです。以前にコメントでブラッククミンシードオイル、かなりいいよと教えてもらいました。このオイルはハーブのような、スパイスのような、フレッシュな強い香りと独特な味がします。ちなみに有名なスパイスのクミンとは全く別物で、植物のブラッククミンの種子からできているオイルです。よく振ってから使います。ただ熱に弱く酸化しやすいんで加熱調理には向きません。ブラッククミンはスーパーフードの中で群を抜いて栄養価が高く、ポリフェノールやビタミン、鉄、必須アミノ酸、酵素をはじめ有効成分が100以上含まれてます。死以外のあらゆるものに効くと言われ、発酵が非常に高いです。代表的な効能はこちらです。ヨーロッパでは高いアンチエイジング力が注目されるオイルだそうです。スプーン1杯分の量を飲むのは正直きついです。苦味と舌がピリピリするようなスパイシーな刺激があります。それに後味にスースーする清涼感が強く残ります。独特な濃い味です。でも効能がものすごいんでスプーン1杯分の量は無理ですけど、私の場合何かに混ぜると飲めます。独特な味と香りがだいぶ薄まります。今は水やプロテイン、青汁に5、6滴入れたり、野菜スープの仕上げに数滴入れたりして飲んでます。野菜スープなんかはスパイス感が加わって美味しいです。ただ美味しいからみんな試してみてとは言いません。健康意識の高い人、がんや心臓疾患をお持ちの方にも人気があるオイルです。私は時々スキンケアにも使っていて、クリームにちょっと混ぜてます。今はまだ劇的な変化はわからないけど、それでも毎日摂取したいなと思うくらい効能がいげつないオイルです。頑張って続けようと思ってます。それでは2つ目、低糖質で低カロリー。ずっと気になってました。ルコオーガニックココナッツラップオリジナルです。727円。USDA オーガニック。レビュー2300件以上。星 4.2 です。これはココナッツでできていて、具材を巻いてラップサンドが作れます。1枚70キロカロリーです。オーガニックでグルテンフリーなんでとってもヘルシーです。味はシナモンなど数種類あって、パンの代わりとして人気があります。袋を開けたら、ふわっと香ばしくて甘いココナッツの香りがします。生地が破れていることもなく、綺麗な状態で入ってました。生地について詳しくご説明します。iHerb の公式サイトに、凍っている場合はあったかい場所に1時間ほど置いて、柔らかい状態にして使うようにと記載があります。実際に袋を開けたその日は、凍っているとは思わなかったけど、生地がゴワゴワして、硬かったです。初めて買ったんで、これで負けるんかなと思いました。でも実際に食べたのは袋を開けた翌日のことです。時間を置いたからか生地が柔らかくなっていて巻きやすかったです。だからもし生地が硬いなと思ったら時間を置くと使いやすくなりますので心配いりません。使い方ですが、クレープでありそうなおかず系やスイーツ系なら何でも合うと思います。私はまずサンドイッチのようなラップサンドを作りました。これ美味しかったです。ただおかず系なら味付けは濃いめにしないとココナッツの甘さが強く出てきます。甘い系も作りました。これもすごく美味しかったです。蜂蜜を多めに塗ったのが良かったみたいで、普通にカロリーが高い甘いクレープを食べてるみたいでした。甘くて美味しいのに低カロリーなんで、それは人気出るわなと思います。売り切れも多いです。値段は高めですが、他の味も食べたいなと思ってます。口コミでは、野菜とチキンの組み合わせが合うピーナッツバターが美味しいというのが多かったです。次は3つ目。桁違いのレビュー数。しかも星 4.9。初購入です。ニュートリビオティク GSE 濃縮液です。1415円。レビュー25000件以上。星 4.9 です。これは有機栽培されたグレープフルーツの果肉と種から抽出されたエキスです。天然の抗生物質と言われ、とにかく口コミが良すぎるというか、これはすごいなと、いろんなものに使えてしかも安全です。小さい方を買いましたが、1回に10滴使うとして、200回も使えるそうです。大きいサイズもあります。使い方を詳しくご紹介します。iHerb の公式サイトには、お大人は1日1から3回、この濃縮液10滴分を水やジュースに入れて飲んでください。5歳以上の子供は1日1から2回、濃縮液3滴分を同じように飲んでくださいと記載があります。それに必ず薄めて使うようにと注意書きがあります。1滴ずつ出てくるんで使いやすいです。これは殺菌効果があるんで、歯磨き、うがいに使えるし、飲むと喉が痛い時に効果的です。手作り化粧水の防腐剤にしたり、アルコールフリーの消毒ジェルを作ったり、細菌の繁殖を防ぐので空気清浄機の密断庫に入れたり、掃除に使ったり、ペットの口臭予防に使う人もいます。多種多様な使い方ができる万能アイテムです。膀胱炎になりやすいという人が危ないと思った時に、この濃縮液を飲むと膀胱炎にならずになんとかなると口コミで絶賛していました。野菜やお肉を洗う時やまな板の洗浄にも使えます。グレープフルーツの苦味を感じる柑橘系の味です。普通に美味しいです。除菌・殺菌効果があるんで、天然の防腐剤、消毒液として使えるし、飲むこともできる。桁違いのレビュー数も納得です。味は柑橘系のフルーツが嫌いな人以外抵抗ないと思います。グレープフルーツ味で普通に美味しいです。喉風邪をひきやすい人、手作りの化粧水や消毒液を作る人にもおすすめです。口コミをチェックすると、いろんな使い方が載ってます。それでは4つ目、ヨギティーならミントティーも美味しいよとコメントで教えてもらいました。ヨギティーエジプシャンリコリスミントティーです。452円、レビュー580件以上、星 4.6、カフェインフリーです。ヨギティーはアーユルヴェーダの教えに基づいて作ったスパイスティーです。リコリスは古くから漢方や薬草として使われてきたハーブです。ホルモンの分泌をサポートしたり、鼻や喉のケアをしたり、胃腸の調子が悪い場合など、体を元気にする効果が期待できます。ジンジャーやシナモンも入ってるんで、体を温める作用が強いです。沸騰したお湯に7分間蒸らしてください。カフェインフリーなんで夜でも OK です。実はミント系の味があんまり好きではないんですけど、ヨギティーはすごく好きです。リコリスとシナモンの甘みがミントのスーッとした清涼感を穏やかにしてくれて、甘くて美味しいです。後味にミントの爽やかさが出てくる、そんな感じです。スパイスがたくさん混ざり合って複雑な味がします。これ本当に美味しくて、スパイスのブレンドが絶妙で気分転換にぴったりです。おやつにというより、このミントティーだけじっくり飲んで味わいたいです。さっきご紹介した GSE 濃縮液入れるとレモンティー風になります。これで最後、初購入です。ネイチャーズウェイオーガニック MCT オイル1789円、レビュー5600件以上、星 4.7 です。これはオーガニックのココナッツオイルのみから中鎖脂肪酸だけを抽出したオイルです。味も匂いもなく、すごく使いやすくて、大さじ1杯で130キロカロリーです。オーガニックでグルテンフリーだし、美味しくて、最近サラダにこればっかりかけてます。びっくりするほどサラッサラのオイルです。ボトルをプッシュすると、ものすごい勢いでオイルが出てきます。注意してください。MCT オイルの人気の理由は、消化吸収が早くて脂肪になりにくく、エネルギーとして素早く使われるからです。体の負担も少ないんで、美意識の高い人に人気があります。私は初購入なんで、一番小さいサイズを買いました。プラスチック容器で、ちょうど使いやすいサイズでした。大きいサイズやソフトジェルタイプもあります。口コミでは、コーヒーに入れる人が圧倒的でした。このオイルは加熱しない料理に使ってください。アイハーブの公式サイトには、1日1から3回、必要に応じて大さじ1杯分を使用してくださいと記載があります。取りすぎると胃に不快感が出る人がいます。最初は少量から試してください。私はこのオイルとセルティックの塩、シンプリーオーガニックの胡椒で作るドレッシングがお気に入りです。今日もサラダ食べたいなと思うほど美味しいです。口コミでは毎朝大さじ1杯飲むと便秘に効果的、いつもコーヒーやプロテインに入れるなどがありました。オーガニックでこの容量でこの安さ、コスパ最高です。今回はアイハーブで人気の健康に良い食べ物を5つご紹介しました。初購入ばかりでしたが、どれも気に入ってます。天然の抗生物質と言われるグレープフルーツの GSE 濃縮液、健康効果と使いやすさが大人気のネイチャーズウェイオーガニック MCT オイル、甘くて美味しいヨギティーのエジプシャンリコリスミントティー、薬効がとっても強いネイチャーズウェイオーガニックブラックシードオイル、低糖質で美味しいルコオーガニックココナッツラップ。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。